今久保ちゃんがさっきに知ってる子いるかもって言ってたえそうえ何が久保ちゃんえひなのちゃんがってことそうなんかね可かわいいよねほんとにそうなんですひなのちゃんにもね LINE で報告して報告したの今日お披露目されたんだけどーって <laughs> お魚の話から当たってし、当たってしまいました。どういうことだ当たってよかったね。ありがとう。来てくれて。ありがとう。楽しみ。金のハートあげるから許すな、姫。許すよ、姫だから。焼肉いいでしょ、焼肉楽しみ。お話し会の神対応に期待しててね。お話し会の神対応任せて。ポポさん、ありがとう。ウれピーマン。加藤さんもありがとう。その焼肉みんな。じゃあみんなで焼肉行こう。みんなおごって。加藤さん、ありがとう。嬉しい。かなえちゃんとお話ししたすぎと。<laughs> 楽しみすぎる。ね本当にめっちゃ話したいかなも話したいって思ってたの嬉しい楽しみだね俺はよかなのことを筋を通して最後まで突き通したるえー、ありがとうみやチち大好きそう久保ひなのちゃんそうひなのちゃん本当にね可愛いんですよひなのちゃんはもうもう本当に可愛かったの可愛くてそう可愛いよね定形文です申し訳ないです許さないやっぱかなおちゃんだったそうかなうそう そうえ本当に可愛いんですよひなのちゃんは本当にもうえなんかうちがあった時よりもなんかかなうがあった時よりもめっちゃ超絶可愛いくなっててもうその会った時も可愛かったんですけどそれよりも超絶超絶超絶可愛くなっててお披露目の AKB さんのね見たらえめっちゃ可愛いと思ってもうね好きになった顔ちっちゃくない 中途半端に押してない中途半端のオタクじゃないってこと証明したりあ,ありがとうみやっち嬉しい NMB の時に幸せそう NMB の時にねなんかねえなんかめっちゃ可愛かったのだから話しかけてそれでね連絡先交換してみたいな感じだったはるかありがとうラブ好き優奈の分は怒るわえなんで叶うわマックなら桑田さんがおってくれるよえー、桑田さんおってマックマック食べたい今は我慢だねマック赤ヘルタさんこんばんはこんばんはやッホー来てくれてありがとう ジュニアさんおはかなおはかなやおお来てくれてありがとう今日もみなさんなんかさ前髪ここさ切ったんよ切ったんだけどさな,なんか何この前髪って感じこれ私かなおが一番怖いえどとうさんありがとう嬉しいよそんなこと言ってくれてもてめさんこんばんはかわいいありがとう嬉しい今日も可愛いありがとういっそうさっきさ服着るのでさなんか服着なきゃーと思ってさ <laughs> 何言ってんだ服着が <laughs> いや家,で家で服着てないいじゃななですよ服着なきゃと思って <laughs> 待ってお動画しい服着なきゃって思ってあのクローゼットこう開いたんですよでなんかなんかなんだっけ緑の半袖の服があってそれ着ようと思ったんですよ私の中であでもなん,かなんかなんか違うなと思って今日の雰囲気と髪の巻いた雰囲気と違うなと思ったからだからなんか 一人でななんかなんでやねんとかなんかツッコミしててえなんか自問自答してて自分が怖くなっちゃった着替えながらなんかあこれはちょっとダメだなーとか言ったりなんかなんでこれにしたのしたのとか自分で自問自答してんのえ怖くなっちゃって途中から怖かった加藤さんありがとう嬉しい 俺は岡田奈々ちゃん神しい7年間卒業するまでえかっこよすぎる本当にみやっちかっこいいオーディションの時全員と話してるレベルでみんなに話しかけてるのコミュ力高すぎるえそうめっちゃね可愛い,いえなんかかなわが可愛い,いと思った子みんなになんか話しかきまくったえゆいちゃんもそうだしひなのちゃんも私が可愛いとって思ったからあのもう一人お友達いたんですよちょっと落ちちゃった 出すけど、出すけど、なんか仲良かった子がいて、静岡の子で一緒に受けてたんだけどね。その子が、と、なんか、え、あの子可愛いから、話し書き行こうとか言って話し書き行って、で、仲良くなったの嬉しすぎるーでね、まあ、違う場所だけど、合格できてよかったなって思います、みんな。ええいつも来てな、ね、いつも来てるよオンライン話し会だけど、話していくのと同じ5月も。 話したいとりあえず。7月 !7 月オッケー覚えとくね楽しみー !1 月ー !7。<laughs> 服は着よ服着てるよ。かなわ家える服着ない。ね、着てる着てる着てる。発言気をつけてもらって。ね。<laughs> 本当に私は見てくしゃみる。本当に服着てますよ。ちゃんと意味理解してるよ。よかった。ありがとう。理解してくれて。家で足ま見るけえどういうこと服着ないんですかみる,るるるさん。 もう半袖デビューしてるえなんか熱くないなんだろうレッスンあと後だからどんな服着ても似合うから大丈夫や心配するなありがとう嬉しい挨拶先だけおやすみ明日も祝日出勤なので寝ますキャロット最近会えてなかったね当たり前だけど寝ますおやすみ50回の助けありがとう毎日歩いてるね本当ト出たかなう何だのかけんなり伝言じゃないけどオーディションナンバー73番の大阪の子ねえ それなんか大阪の子がカナのこと可愛い受かると思ってたらしいよ。え、うち、あの子、あの NMB、NMB の時もいましたよね。え、知ってて、なんかミヤチのツイッター見て、え嬉しいって思ったんでね、その子のツイッターに飛んだんだけどね、なんか書いてなかったから、あ、ショールームとかで行ったのかなと思って、どういうことと思って嬉しかった。大好き、かなちゃんがありがとう、嬉しい。23日連続、イェーイ。福山と7月のオンラインお話し込みも。 お話一回楽しいねえ、カラーも楽しみありがとうしんいちさんラブありがとういっぱい汗かいてますか汗かいてる。え、なんかさ、なんかさ、もうレッスンさ普通に楽しいけどさ、めっちゃ汗かくの熱いのなんかそれなんか嫌だなと思ってたけど、最近は、なんか <laughs>、なんかもはや、もはやじゃないなんか自分追い込むの好きすぎ、追い込むの好きすぎて、自分がどんだけ汗かけるかっていうのをね、なんかね、考えながらね、レッスンしてる。<laughs> <laughs> 七味ちゃん。 いやあ、宮内七味ちゃんそう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 。え、かわい,いかったよね。ポムさんこんばんこんばん。や、起きてくれてありがとう。星さんこんばんこんばん。かなえちゃんの配信癒やされるだったありがとう。嬉しい。俺が勝手に名付けた。え、っていうのはポスト。え、どういうことどういうこと言ってるから。七味ちゃんがってことストイックやな。え、ストイックなのかなストイックストイックってどういう意味だ えー、てほんとにもうなんかリアチュウがかわいいえー、ちょっと話変わるんですけどもうめっちゃリアチュウがかわいくて最近毎日かわいいって言ってますてか美羽ちゃんもかわいいんか中学生組ほんとにかわいくないなんであんなかわいいのってぐらいかわいいですよなんかはいレッスン中とかも意味わかんないことずっと言っててかわいいんか中学生2人でよくいるんだけどねそのなんかその会話がほんとに中学生らしくてもうほんとにかわいいしかも新井ちゃん多分天然なんですよ めっちゃ天然な,なんですよ。それがめっちゃ可愛いです。ツイート喜んでくれて嬉しすぎる。ねえ、あの写真めっちゃ可愛かった、加工みたいなやつ。嬉しいと思って保存しました。七味ち,ちゃん。うんあ。あ、そういうこと七味ち,ちゃんが似てるってか、ってことえ、七味ち,ちゃんさんの顔私見たことあるよ。可愛かった七味ち,ちゃん。 ツイッターも見たのよ。かなむかわいいスーカンありがとう。え、それユーナにバレないよ。大丈夫ユーナに怒られない <laughs> ユーナに言っちゃおう。子供はかわいい。子供かわいい。ほんとに。オーベルさん、こんばんこんばみやちかなうかなうかなうロリコン疑惑。え、ロリコンじゃないよ。全然。リルリルコン <laughs> ロリコンじゃない今日ね、リサことね、ノアと、ノアだっけと、ユーナかな。 え ?4 人かなかん忘れたけど、なんか、イケボ選手権みたいなことしてた。休憩中に。ふふ。清水梨紗子。七味ちゃんに伝言あるか伝言。えぇ、ー、なんか、オーディションしてるのかね今わかんないけど。でも嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。私も可愛いと思ってましたっていう伝言。<laughs> アイドルグループあるある。ね、年下グループを全員で。 本当え、かわいい、当に。なんであんなにかわいいのシュウさん、初音をヤッホー、イラッペ、マペ。うんうん。何でもするから言わないで。え、分かった。何でもするから言わないわ。で、かなのお話会来てね。は <laughs> イケボ聞かせてちょうよ。え、イ,カイケボイケボ本当に得意よ、私。イケボは本当に得意なんですよ。いや、でも楽しみにしてください。皆さん。 はいよ。はいよ。新たな企画。え、どういうことどういうこと俺のうるさいツイート見てくれてる。え、見てるよ。みんなのツイート見てるよ。嬉しいよ。みやっち怒ってると思って。<laughs> くにさん。あっ、桑田さんのツイッター分かった。イケボなら負けん。イケボ。いや、負けませんよ、私も。ねえねえ。<laughs> え、てか今日こっちあいプチしたんですよなんか右目がね調子悪すぎてねあいプチをしたんです私でもさ全然あいプチってバレないよねすごくない才能あるかもしれないカラオちゃんの話し会絶対緊張する楽しみお話し会絶対緊張するそれなカなオは緊張しないけど楽しく話そうマジで緊張しないで楽しもう 当たり前やん推しに傷つけるおたるくほんとだよ萌うえジェリフ配信お披露目公演後にする感じえそっちの方がいいよね時間あるからあっ「千人ありがとうございまーす」あそうだそれ書けばいいんだ上に何言ってんねん1あ間違えちゃったね鍵カッコつけちゃった1 1 1 1 2 あもう間違えた間違えたもうやだやだ,だ10002ありがとうございます2個 OK かなを傷つけたり泣かしたりする人は俺がなんとかよかなうかなうえこの間さダンスの先生のお話したじゃんサイヤさんが。 に人なんか可愛いって思ったみたいな言ってたって話をしたじゃんあとダンスの先生になんかゴビになんとかなんかゴビに変な文字つけるよねって言われたみたいな話した時にちょうどダンスの先生が配信見てくれてたらしくてそれでねそれでねちょうど見てたらしくてねレッスンで言われたなんかタイムリーだなーと思ったえっていうかさ肩幅狭くねなんか今見て思ったんだけど 緊張しない言うなは緊張しちゃうどういうこと緊張しなくていいよ全然全然緊張しないでお友達だと思ってお話ししましょうみんなみんなさんなんだっけ今日みんなに言いたいことあったのに忘れちゃったもう最近はねずっと言うなと話してる頭おかしいから面白いですユうなを今日はねペットボトル投げつけてました次の目標は2000人も書いておこうそうだね2000人って書いておくか ポケットモンスターマスター人あ文字数が過ぎちゃったあもう一回ちょうどいいわ2000人あらかわいありがとうジュニアさん嬉しいよかなう化粧してるかなうちゃんのショールームガーさん来なくて何し本当だよ本当だよせっかく化粧したのにみんな来てるかフォローせにおめでとうありがとう嬉しいよ おめでとうございます。フォロー1000人おめでとう。フォロー1000人おめでとう。フォロー1000人おめでとう。フォロー1000人こささんの金持ちからはうーん。わかんないけど、緑が好きかな。<laughs> 緑と黄緑が好きかな。星マーク許さないよ。星マーク許さないよ。ジニアさんわらわら,わら痩せた。痩せたかな？痩せてるといいな。痩せてると思う。 ねえ家族に会いたいねえゴールデンウィークなので家族に会いたいです家族旅行行ってたんです毎年去年はねあの下呂温泉に行ってました親戚みんなで下呂温泉に私は行ってましたよ去年のゴールデンウィークはその前はえっと浜松ら辺のキャンプ場でキャンプしてました本当に私たちの家系家系っていうか家族が親戚とかもキャンプ大好きな人だからねしょっちゅうキャンプ行ってたの キャンプ行きたい、えねさん、きせでさ、なんかさ、なんか林間学校企画とかやりたい。<laughs> え、ええー、とうさん、ありがとう、ちょいマッチ、ちょいマッチ、ちょいマッチ。ええー、とー。え、私さ、言われたの、これさ、文字打つ時にもさ、時とかもそうだけどさ、めっちゃさ、字、声に出しながら読んじゃうさ。マジで気をつけよう。と言いつつ。 なんかさ地元の子とかがさ「なんか今日何とかしたんだ」とかさ連絡くれるとさ「えー、いいな」って思うそうやってみんな学校とかに顔出してるんだって思うと泣きそうなる文化祭行きたいなありがとうこれ。 みんなに会いたいですねもうホームシックにはもうなってないけど最近ホームシック治ってきたなんかママと電話したらね治るタコ てててエイトールさんありがとうタコありがとうタコのタコ墨が人に人間にかかって人間が焦ってる絵を描きましたありがとう嬉しいよ私は私は嬉しいよおはかなメル君おはかな俺あまりにも普段切れたりしないがこの前10年ぶりにえねえみやつめっちゃ切れてるたまったお嬢さんフォローありがとう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  ひっくんこんばんはこんんば黒白さんこんばんは,さんこんばんはそういえばゆうなちゃんまた猫かぶり配信に戻したよかながいないためにたいなえ猫ネかぶってましたかちょっとまたねゆうなをあばけやりたいと思います <laughs> 定期的にやりたいゆうなあばけいやでもゆうなとはねなんかお披露目3期生のライブが終わったらね本当になんかもう料理,料理上達させるようにマジで毎晩2人で料理しようとか言って話してた ヒクありがとうトマキさんこんばんは。お酒とりあえず挨拶をします。挨拶してくれてありがとう。楽しみ。か確かに肩も狭く見えるよね。なんかめっちゃちっちゃくない何歳お阪申し込みます。えーヒクありがとうえ、てかこの間さ、私さ、みゆなさんのさ、Twitter とかめっちゃ見てる。本当に、ね、本当に最近めっちゃハマってて、本当に好きです。アウトドア派、アウトドア派かも。 騒がしいやな。騒がしいはるかありがとう寂しい寂しいよこんんはそろそろ就寝する時間なので、ちょっとだけ収まさせていただきますね。カスさん、ありがとうちょっとだけでも嬉しいよ。うん。ええー、ありがとうお疲れお疲れありがとうねこんばんは、みきみきさん。こんばんは、ゲロ温泉名物。食べたよえなんか何が名物かわかんないけど、とりあえず、なんか、なんか焼きおにぎりのお店みたいなの行ったり、あとはなんだっけなんとか牛みたいな。ひだ牛なんだっけ 飛騨牛かなのなんかやつとかで食べたんですけど <laughs> そこでね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 ,こでねあの本当にもうあなんかキャンプなんか車が大きいから車で寝るんですよなんかその時その日も車で寝て広尾温泉で旅館とってなくててかなんか弾丸みたいない,いきなり行こうみたいな感じだったからか車に泊まったんですけどもう夜で時間なくて着いたのが夜すぎて。 で、ご飯開いてないかなと思った、思って調べて、え、ここ開いてるって思って行ったら、もう閉めるギリギリだったんだけど、おばあ、おばあちゃんが、なんか、いいよみたいな感じで、くれたのあ、くれたんじゃない。いいよって開けてくれたのめっちゃ美味しかったひだ牛のなんかどん、どんぶりみたいな。美味しかった。何時までやる ?24! 綺麗なつぶじ見るためにギュッと投げる。<laughs> そういうことをみんな綺麗なつぶじ見たい。かすみに言われた。金のつぶじ綺麗って。で、金大体下向いてるから、かすみが見るとき。 なんかつぶじばっか見えるとか言って言われたカナうからあれどこまで芸能生ほ本当に楽しかったあと何食べたか忘れたけどなんかせんべいの上になんかお寿司お肉の寿司みたいなやつが3個乗ってるやつも食べたカナうからうんダうだかどうが量もらっなここにもらってる以上カナうことラブ最近あれって言わなくなりましたね え、われって言わないかななんかめっちゃ、でも言われる。なんかわれとか、あ、でもなんかだらなんとかだらとか言うじゃんそれめっちゃね、メンバーの子に言われる。えラって言ったとか言ってめっちゃだらばっかりしてくるんですよ。なんか、へえ、なんか普通に。今日。 今日配信するんだら、とかなんかふざけてかなに言ってきたりするんです、みんな。でもね、下手なんです、だらの使い方が。世界が終わるまで相場は離れないよ。ありがとう嬉しいよ、みやっち。すぐが珍しく彼女が黙ってる。黙るときもあるんですよ。イェーイ。ゲロ温泉ってことは言いな、いい、そっか故郷かすごえ、ってかね、ね、広島でね、ね、めっちゃ可愛いエピソードあるの。ね、100均行ったんだよ。100均って、なんか普通に私、 帽子が欲しくて、まあ、たりとりあえず探してこうやって歩いてたのよいしょよいしょってそしたらね女の子が多分虫取り網を取ったんだけどなんか多分親に戻してきてって言われたのか知らんけどなんか頑張ってこうやって戻してたのえー、めっちゃ可愛いと思ってほんとにちっちゃい子ねなんか3歳とかそんぐらいの子なんだけどでなんかでも全然この穴ちっちゃいじゃんこうなんかフックに入る穴みたいなやつがちっちゃいじゃんこの商品に。 空いてる穴がそれで頑張ってこうやって戻してたの1人で届かないやつをねこうやって「で可愛い,いと思ってまあ、ちょっと見た後になんかこうやってあげたの私ね「あどうぞ」って言って全然つけれてなかったから「はい大丈夫だよこれで」みたいな。 たら、かなーの方めっちゃ見て、ありがとうって言ってくれて、え、なんでしつけがいい子なのとしつけってのなんていうのなんかお行儀お行儀じゃないか。えっと、学びなん,かなんかよくわかんないけど、なんかすごいいい子だなと思って、もうなんか、え、めっちゃ可愛いって思って、バイバーイってした。可愛いよね。 今日ナかなさんいつもと雰囲気が違う感じ。メイクそうだね。メイク。初めて知ったかも。いつもすっぴんだから。のびろさん、こんばんは、こんばんはや、やお押しに切れてるところ見られてしまった。恥ずかしい。難しいよ。二人で料理配信との、あ、それもしたいって話したくにさん。あきゅらさん、こんばんは。わかんないや。やっくまちゃんや、やあああ変なイメージつけてしまったかなかなちゃんによ。変なイメージつけてないよ。え、ってか、みやっちのさ、ツイッターのさ、なんか、コーラ、コーラプルントみたいな。 え、なんかいいなと思ったの。そしたらね、今日ね、スーパーにね、抹茶のプレート売ってたの。え、コーラもあるよ。抹茶もあるし、ソーダもあるし、なんだと思った。かなうちゃん大好き。かなうも大好き。ありがとう。ひだ牛。あ、ひだ牛そう。ひだ牛すぐ。サンキュー今気になってる。かなうちゃん、ゆいな、ゆいな、ゆいこちゃんかな。嬉しい。ありがとう。嬉しすぎる。気になってるだって。好きになー。あれ。<laughs> <laughs> ね、こんなことするキャラじゃないの恥ずかしいちょっとかなえちゃんかわいすぎる配信見るたびに早く会いたいってなってるありがとうはるかかなも早く見るの楽しみ早く会えるの楽しみだよ <laughs> でユ言うなの真似するねハートありがとうございます <laughs> <laughs> ジュニアさんオッケーオッケーこんばんはお大きいまさやさんこんばんはタコ上ひっくんこんばんこんばんは,んばんはいやほかなの後ろ姿を見てみたい後ろ姿なんで 私もサイヤンさんの見たいんだけど <laughs> サイヤンさんのえやってる今見たいところだが我慢して自分の配信をやりたいと思いますカナウちゃんに会いたいカナウも会いたいよ大好き楽しみでだよダラーはあいつも使うえ使わないらしいなんか使う人もいるんだと思うんだけどノアは使わないって言っててなんかダラーをねバカにしてきます なんか変な日本語に、例えばだけど、今日はメイクするメイクーとか、今日のメイク何らとか言ってくるんですよ。なんかそんなら使わないじゃないですか。その今日,今日のメイク何らとか言わないですよ。絶対静岡の人でも。今日のメイク濃くしたんだらとか、そういうのなんですよ。使うとしたら。なのに今日のメイクーとか、なんか意味わかんないとこにらをつけてきて、バカにしてますよ。あの子たち。 帝国さんこんばんはこんばんはやっほーやはり幼い女の子が好きなのねほんとにちっちゃい子好きなの何かいとこがまだちっちゃいからっていうのもあるけどねほんとに好きえ待っていとこに会いたくなったあかなうせいふくいなによく戻したね笑われるわ <laughs> お店200メートル200 2 0 0 m 2ルぐらいあるってことだよそれほほえもしいエピソードほんとにかわいかった久々になんか幸せな気持ちになったわいや毎日幸せだけどねなんかちっちゃい子を見て幸せになった 本当にでも絶対保育士になったらさなんかはあってなるよねああ子供めんどくさってなるのかなと思ったグッジョブストウサーサンドキッコやっほーションションちゃんフォローありがとうラブ山梨はズラって言います <laughs> いや別にわけじゃないでしょズラいやなんかズラってさ妖怪ウォッチでなんとかズラって言う人いたよねなんだっけコマさんとかさいたね えでも今日イチゴとあの富士山の取り合いをしましまたなんか最近水のこの裏とかにのなんか場所が静岡が多くなってきたみたいなこ天然水の製造地みたいなやつのあれがなんか静岡が多くなってきてみたいな,なんか切れて言ってきたんですよ私にだから「まあ静岡の富士山だし」とか言って取り合いをしました。 大好きなカナダのチャンス素晴らしいやったーありがとう NNB 静岡県西村一馬さんがいますえっそうそうですよ私なんか本当に多分近かった気がする中学とかめっちゃ近いよ高校とかそう NNB の時にその子一緒に仲良くなりましたよ隣だったのよねオーディション2時の時かなそれだけえ可愛いいと思って話しかけちゃいました それでね友達から言われたんだけど友達は普通に大学に通ってるんだけどね私の普通の学校の友達ね高校の時の友達なんだけどその子がなんか STU に友達いるんだよねみたいな話を友達にしたらしくて友達の私の友達が友達にしたらしくてそしたら「え私 NMB に友達いるよ」みたいになってなんかそこへなんつながったらしい「えみたいな「えかなうもその NMB の子と友達って言ってたよ」みたいな。 コマかいわいてるかわいありがとうケイさんケイありがとうかいいてるよヒクありがとうウルピーマンプルンとこんにゃくざいるいいよかなちゃんの影響だから、ね、本当においしいよね止まんないあれはおはかなマサヤおはかなどこ行ってたのまた来てくれてありがとうかなちゃんの見めるからそのお仕事頑張ろうね明日からもみんなうお <laughs> いし頑張ろうヘッドスパイ来た トシキングさん、かなう、かなうだよや。もう3期生覚え中。え、かずやートシちゃんパパさん、3期覚えていでかなうです。え、めっちゃちっちゃくないこの自己紹介。どんなことなんか見させる気もないよね、これ。て <laughs> ん。手に乗っけてみよう。ゆけーきゃーよ。なんかむずいな、こうか。あ、いいんじゃないこうかな。違うちょっと違う違う違う。こうして。 <laughs> 待って待って待ってこうかあ来た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 どうぞ皆様この自己紹介を読めるもんなら読んでみろだらーは三河弁らしいなそうなの静岡みんな使うよ昨日配信になってそうなのごめんね みやち寂しかったよみやちごめんカラチャージュとともありがとうマサヤありがとう犬ちゃん悪い地域のやおおまあぼこ母性本能本当だよ母性本能わしはかのみで幸せ、さかなむしあせ愛知の東側ミカー弁使うじゃんとかえなんとかじゃんはみんな使うんじゃないのって何を言わせてるね俺の息子2歳めっちゃえねえいいないいなカズヤンえ見たい私その息子めっちゃかわいいよね絶対ねえ待って本当に子供えちょっとえ ちょっとこれから部屋に子供の写真貼ろうかな、寂しいから。ひっくんなんとかウォッチ、妖怪ウォッチ懐かしくない?。妖怪、妖怪、妖怪。おっちっち、かいかい、くい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 、けいけい、こいこい、妖怪ウォッチ。懐かしい、めっちゃハマってた、DS 大好きだったもん 3DS 妖怪。こんばんは、キヨニーこんばんは、やっほー。かなやちゃんがいるから、配信明るくなります、よかった、嬉しい。<laughs> でも、かなやなかったらさ、配信なんて始まってないけどね、これ。 いや私、ケイミンとシナリオの、A、のテーマですよ。ほんとだよ。すべて欲しながら、ありがとう、大介。ただいま、スーくんどこに行ってたんだシースありがとう嬉しいよ、ありがとうラブかな忙しいのに、俺のツイッターのツイート会社が、そうだよ。あのね、寝てる寝る前に毎回ね、ママとかからも送られてきます。ママ、ツイッター見てるんだよ、みんなの。クククククママはね、いでかなうって調べたね、ツイートをみんな見てるんですよ。ママが。 でそれをねスクショして送ってきますかなえちゃん覚えましたかなうですよかなう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 ,叶う願いかなう夢かなうかなえちゃんやろうと楽しいありがとうまたツイートできるあったら時、えー、ときえあったらツイートしてありがとう見るね絶対に俺ピーマンだよえまだ全然時間あるよよかった今焦った待って待っていきなり切れたりしないよねと思って焦ったまだみんな楽したい髪巻いたし机つる意味知ってる何机つる 足つるとかじゃなくてまあええ宮地大好きとか言われたらテンション上がった嬉しい宮地明日からも頑張ってねまあくん初訪問いらっしゃい来てくれてありがとうほらよろしくこちらです大好きかなえちゃん最高ありがとう俺ピンはマジツイッター監視されてるツイッター貸視してますよ吸気声シャメかえあしまさんでしたえー、いいなまさやうらやましいかわいよねリオちゃん 叶うままから公認認知されてるそうだよ俺ピーマンでしょ叶うままにもよろしくオッケー伝えとくおう新博さんおはかなおは,おは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 ーケンタッキーマシンハテナでございますお魚食わえたドラネコ叶うに言われたら出れるやん嬉しいみやちゃんありがとう 今日も元気な話ありがとうございました。またおうちでざます。え、ありがとう、カズさん。いつもありがとうね。そうやって来てくれて。俺ピーマンだよ。また会おうね。さらば。青春と一人。えー、ウォッチが好き私、コマさん好き。え、ねコマさん私も好き。え、でも私はウィスパーが好きなんですけど、誰が一番好きかって言われたら、 キュービみたいなのいたよねそれが一番よく使ってたキャラクターです DS の「妖怪ウォッチだったらえでも青鬼もめっちゃ使ってたかもえなんかさなんだっけなんか豚みたいなのいたよねえっのぼすトンマンのぼすトンマンってのぼすトンマン本当に、ね、倒すの楽しかったっていう思い出 DS のいつかかなあちゃんにお手紙書いてあげますありがとう大輔待ってるねお手紙楽しみで待ってるねワクワクしながら待ってるよ かなちゃんのママ私のツイート見てくれたよはるか見てるよママはみんなのツイートありがとうねでもマジであれ可愛かった本当に本当に可愛かったありがとうなんかさああいう加工のやつとか作ってくれてるのいいないいなってすごい嬉しくなるなんかさ他の子とかもさめっちゃ作ってもらっててさ3期研究生って調べるといっぱい出てくるんだよそれでさなんかみんな加工系作ってもらっててさ可愛いい加工みたいな え、すこやかプリンさんもね、かわいいね、かなのね。え、今いるかわかんないんだけど、作ってくれてたの。それめっちゃ嬉しくて。そう、そういうね、なんかやつ嬉しい。です。あと、お話会のさ、なんかユナのやつなんだけどさ、ユうナの見たんだけどさ、お話会の中に行って、みたいな書いてあったやつがあって、なんか、ぜひ、石原ユうナによろしくお願いします、みたいな。なんかそれめっちゃいいなと思った。私自分で作っちゃおうかと思ったもん。すぐくん、蹴った。 自転車え、なにそれ初めて聞いた。自転車はチャリでしょ。3期生だけの公演が決まると良きです。公演決まってますよ、もう3期生だけで。7日に公演がありま、あ公演じゃないか、お披露目ライブか。決まると良きですね。楽しみです。カズさん、ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうね。5分前になったら教えてくれよな。どこでもドア使っていいちゃんと遊んできて構まへんか。 怒りますよ、そんなことしたら。かなえちゃんとたくさんお話ししたい。かなえもたくさんお話ししたい。ニキセみたいに夏のツアーあると行きたいな。ね行ってみたい。あ、行ってみたいじゃない。やってみたいね。ね楽しみなくそういうの。そういうのこれからあるって考えるともうワクワク。すぐ帰ってきます、知らんけど。絶対帰ってこないじゃん、みやち。まさや、ありがとう。おもにゃ、おはかなおもにゃやおミシェル・ボーイさん、かなえちゃんこんばんのこんばんの。え、ミシェル・ボーイさんもね、言うなと話した。ミシェル・ボーイさん。話したよ。 ミシェル・ボーイさんのツイッター私見たよそういうのと話したミシェル・ボーイさん配信たまに来てくれるよね嬉しいよねーっていう話をしたムーとかよく使うよねって話しました <laughs> ママにニャン寝落ちからこんばんは寝落ち寝落ち寝てないよ寝てない今日レすスちょちょっと寝,寝そうなっちゃった <laughs> こんなアニメを私ほど見たいと思う女の子いないと思いました嬉しい 嬉しい、私もアニメよかい。コイコイよかい、よかい、よかい、おっちち。かいかい、くい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 、けいけい、こいこい、よかい、お父ち懐かしいです。たんたんやべ、なんも準備して準備して頑張れがんばれ。ゆうなんとかなよちゃん、りんこちゃんの卒業公演実況してたんやのえ、やばい今変顔しちゃったね、本当に最近さ。 ゆなとさ、顔合わせるたんびもう目見るたんびに変顔してるのよ。で、それで今癖で出ちゃった。危ない、危ない。焦った。ほんとに焦った。卒業公演。え、りんこ、りんこさんの卒業公演見ました。うえぇうえぇうえぇうえなるほどね。なるほどね。大介。そんなに喜んでもらえるんだったらまた作る。ありがとう。めっちゃ嬉しかった。ほんとに。ラブ。ミシュルボーイさん。ラブ。ありがとう。 嬉しいよー3期生で瀬戸内でツアーとかや,ってしいやりたい瀬戸内もやりたいなんか瀬戸内さ行ったことないとことかもあるから行きたいなあと山梨のさ富士急ハイランドでライブしたいこれはさイチゴちゃんも言ってたけどさイチゴも言ってたけどさめっちゃやりたいのなんかイコノイジュイさんもさイコノイジューフェスやってたじゃんウェーみたいなそれ私もやりたーい SU ホテルさんやりたいです富士急でやりたいです瀬戸内もやりたいです どこでもやりたい沖縄も行きたいちょっとだけお願いだけどさいいよなにマジであげあげあげところで金な日に日にきれいになっていますありがとう嬉しいでもね今日はねメイクしてるのメイクをしてるからねなんかいつもよりかは綺麗かも <laughs> 自分で言うのもあれだけど嬉しいなありがとうねしーさんともともゆうさんこんばんはこんばんは今日も来てくれてありがとうお腹なかな合同お話し会うつありますかえやりたいくにさんお話し会合同お話し会やりたい いやワイが寝落ち寝落ちしたのうんでも来てくれてありがとう機嫌悪い寝起きだから私 <laughs> 寝起きめっちゃ機嫌悪いかもね起こさないでっていう変顔スクショスーくんおこ。最近何のアニメ最近推しの子ハマってます推しの子4話早く見たいです推しの子見てみ C さん僕もチッチが好きチッチ何チッチって <laughs> え ロッカしてるから、え、デレトロさん、ロッカしてるのは恥ずかしい。スクショしたけどあげるべき。ねえ、やだやだ、どんな変顔してたの、なんかくさ。こんな変顔してたよね。<laughs> 待って、またやっちゃった。まだまだバカですね。りんごパイさん、プロになってしまったやな。プロプロなんとかになってしまった。うんなってしまったんやな。まずは、なになんてうもわかんない。ごめんなさい、奥行きさん。フルかなお願いします。三大ドームを頼む。やりたい。私、東京ドームでライブしたいです。いつか、それ。 にできるように頑張りますしんさんいつも可愛いありがとう嬉しいもう涙が出てくるそんな嬉しいよアイドルはファンに見られてますます綺麗にねねすんなるの中でママにも言われただから頑張るねみんな見てねよくよく見てね綺麗になるからかなちゃんこんばんはひーくんこんばんはやおおさっき定期公演が来たのえ私も期待する楽しみそれはリンこは最終的にお姫様のようさすがにと満足していますほんとに素晴らしかった <laughs> 悲しいよ りんこちゃんがプロレスラーにえどういうことボクシングなごどうも頼むえ行きたえ静岡でどうもなくないどうもいいね STU でドームライブ目指そうえいえいおーおばん焼きおばん焼き放課後おお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 お ちょっと最後に夕食にパンをすくいます。美味しい。なんでこんなにパンは美味しいの。静岡ないね、五分前、もう五分前なの。なんか食べ始めちゃった。<laughs> じゃ、食べ終わったら、なんか言うわ。美味しい。あんな最後になんてこと。 ね最後すごかったね面白かった水で面白いと思ったさ最近多分新ラーメン食べないで、ね、食べてないように新ラーメン食べたい新ラーメン昨日食べちゃいましたみんなには内緒なんですけど昨日新ラーメン食べちゃいましたそういえばチョコチップのスティックパンね本当んにおいしいのかな久々に見たの懐かしい懐かしいめっちゃおしいの,行政のや京セラドームアあれば行くえ来行きたい京セラ京セラって京都ってこと ひーくん。ひーくん、二人いるじゃん。徳島のひーくんのひーくんが二人いるのね。どっちかひーちゃんにして。カナオというのはどっちがよく食べる。え、カナオが食べると思う。これ見てたの。りんごちゃんの試合はプロレスの試合ね。ねえ、確かに思ったそれは。人見知りなんて、お話し会なんでカナオがえ、やったー一方的にめっちゃ話しちゃうけど大丈夫今日すら大阪。え、なんだ京都。京都かと思ったやん。わら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 や。ねえ、本当だよ、しーさん。 大阪なんだ大阪なの大阪行きたいソネスティックパン今食べてるえこれソネスティックパンっていうのソネ,ソネ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 さんとか山オリックスバファローズの本拠地球場えオリックスバファローズ聞いたことあるぞすぐボケるボケとツッコミスティックが好き食べやすいうーんなんかねこのチョコが入ってるのが好きなんですよね しかも安いしなんか何本か書いて入ってるからお得に感じるのよややこしいから私は徳島のひーくんっていうのくせ OK 徳島のひーくん配信終わったらしいラーメン写真送りますええー、ね食べたくなっちゃう送って食べたいからシーさん送ります Twitter で送ってくださいよろしくお願いしますありがとうみんな見てるよアンディキャッツさんこんばんはこんばんぬ喋りまくってください聞きますのでありがとうやった あ、そういうこと今ソネソネソネかと思った。ソネスティックパンって名前かと思った。これ、ブランドが。食べてるオストロ乾杯。いつもなんか食べてるイメージ。ねよく言われる。ロッピーさん初訪問。いらっしゃい。来てくれてありがとう。初訪問。ロッピーさん初訪問。いらっしゃい。SC483 研究生いてかなんです。よろしくお願いします。フォロー。フォローよろしくお願いします。バッファローズじゃなく、バッファローズをしっかりいてくれて嬉しい。 オバファローズえ、そうなんかさ聞いたことありますよ嬉しいこんばんは s t 4 8ん研究生でよろしくお願いしますぺこりスティックパンたまに食べるから美味しいよねわかるたまに食べるから美味しいのよと言いつつ最近ずっと食べてるでもコンビニにいるってないんですよこれみんなが買うからみやち買ってきたよ帰ってきたよおお。お待たせん 逆かよく食べるわりに本当だよでも牛乳もめっちゃ飲んでたんですよ学校も絶対にえでもねちょっと話させて牛乳ねあのなんか食べれなかった飲めなかった日ねこっそり持って帰ってた日やったこれ大緒学校の先生にもうさあっもいらっしゃいえ待、ま、って待って待ってあとえあと2分よかったのやってもらってきてくれてさあ13位奥行きさんありがとう12位奥志川さんありがとう11位すーくんありがとう10位まさやありがとう九位 山椒、ありがとう !8 位、ザンナさん、ありがとう、タンタン !8 位、〇さん、ありがとう !7 位、山椒さん、ありがとう !6 位、加藤さん、ありがとう !5 位、眉毛神吉デブさん、ありがとう !5 位、空が上にあっさん。4位、空が上にあっさん、ありがとう !5 位、眉毛神吉デブさん、ありがとうえ、待って、どういうこと ?3 位、濡れまんじゅうさん、ありがとう !2 位、ジュニアさん、ありがとう !1 位、エイトールさん、ありがとうみんなごめんね、早くなっちゃって、なんか。スクショタイムふ言うなのまね。 みんなツイッターあげてね、私見てるよ。またまたまありがとうね、ロイさん。ありがとう。パン、やば、食べかけだった。ラブ、ラブ。ねえ、待って、でもさ、今、いい手したいけどさ、針さ、針ちょこつ、<laughs> ちょこついてて、いい手できないの。隠してる。ユナンいじられてるな。 いじられてる言うなのもね <laughs> 食べからんじゃん <laughs>